発見小池百合子東京都知事と翼野党代表の黒川敦彦容疑者を結ぶ線とは、うん、はい先週金曜日になりますが翼野党の幹部ら3人が公職選挙法違反の容疑で逮捕されたというニュースありましたけれどもさあこの事件について須田さんが取材を進めたところ小池都知事と翼野党代表黒川容疑者の間に何やら因縁めいたものがあるとのことで菅田さん早速お願いいたします。はい そもそもね、じゃ今回の逮捕容疑って一体何なのかというと、うんえー、今年し4月16日と、もちろん東京15区のです、ねうん、衆院補欠選挙の、うんえー、選挙期間中なんですが、うんはい、これ、午前11時から11時50分ごろ、JR 亀戸駅前で、乙武宏ね候補が選挙演説をしている最中に、はい、まあそれをです、ね、妨害するかのような行為、これについては、YouTube なんかでね、拡散されているんですけれども、うんえー、まあ、 これに対して4月18日に警告が出ましたと<う>それを無視して、えー、同様のですね選挙妨害をしていた、うん、選挙の自由妨害をしていたということで、うん、逮捕容疑となってるんですね。なでまあ、あのー、なんでねあれだけの例えば、えー、この尾竹裕忠候補だけじゃなくてですね例えば飯山あかりさんであるとかあるいは、えー、立憲民主党の候補者であるとか、うん、維新の会の候補者であるとかさ、うんざ、うんね妨害行為をやってる中で、うん、ここを警視庁が目をつけたのか。 これをあえて立憲対象にしたのかというところがちょっと私ね、えー、引っかかったもんですがその辺りを取材していくともともとですねその妨害行為のターゲットというのが乙、うん、武宏忠氏というよりも小池百合子さん。 にあったたんんだとということが見えてきたんですよなぜそう言えるのかというとですね、うん、じゃあこの黒川敦彦容疑者が、うん、そもそも一体いつぐらいからこういった政治活動まあ、うん、生まれもって別に政治家でもなければ活動家でもないもともとは藩大のですね卒業されて、うんうん、でまあその政治活動に面を転じる前はですね建設会社なんかに勤めていたわけなんですけども愛媛県の今治市 それは急遽その政治活動に目覚めていく、うんね、でその中で一番最初に始めたのが、うん、あまりメディアに登場していないんですが、うん、電話カッテレンという組織を立ち上げるんですよ電話カッテレンって一体何なのかというと市民活動の、ねえー、一環なんですけれども、うん、応援したい候補者。 ねえー、選挙に出馬した。応援したい候補者を、うん、要するに、その選挙区外から応援するにはどういった方法があるだろうかということで考えられた。はい、考え出された手法なんですよ。うん、そのねえー、その選挙区にいる有権者にアトランブラムに電話をして、うんえー、支援投票を呼びかけるというね。うん、そういう活動を電話買ってれんという、うん、で、これを黒川容疑者が始めたんですね。うん、で、そこにですね。共感した、えー、富山牧、朝霞市議員というねえー。つまり黒川容疑者。の ですねえー、内縁の妻と言われている人、はいうん、今、えーまあ、逮捕されるまで黒川容疑者はです、ねうん、この富山真紀朝霞市議の自宅に同居していたということなんですけれどもこの富山真氏が電話勝手錬をやっている黒川容疑者の,その活動にです、ね、共感して、うん、そこに参加をしていくという動きが2015年、2016年あたりにあったんですね。はいうん で最初にですね「電話勝手連が、うんえー、活動した、えー、その成果というのが2016年のですね、うん、春にあった北海道の選挙なんですか富山真紀さんという方が立候補をしましてね、うん、でこ、はい、の富山さんという方は、うん、あすいません 池田真紀さんですね池田真さんという方が立候補するんですけれども、うん、まあ落選したんですけどね、うんうん、この方はですね野党統一候補だったんですよ、うんはい、つまり、えー、民進党系のですね政党と、うん、そして共産党が手を結ぶという野党統一候補、うんはい、ということもあって。 で、ええー、ここに電話勝手連が出てくる。うん、つまり、これ野党統一候補と市民団体っていうのは非常にこう親和性が高いんですね。はいはい、つまり野党統一候補が出てくる背景には、うん、そういった市民団体の支援というのがあって、はいはい、共産党と旧民進党民主党系が手を結ぶという構図になっているわけなんですね。うんはい、そしてですね、その活動が本格化したのが、うん、2016年7月に行われた、うんえー、東京都知事選挙だったんですよ。

野党統一候補で出馬した選た,た選選挙挙鳥越さん、うん、でその時はですねお茶の水にあった、うんえー、鳥越事務所に、うん、もうね、えー、がっつり食い込む形で電話かってればそこにですね、うんえー、まあ本拠を置いてですね、うん、電話をかけまくるということをやってたわけなんですね。うん、その時のですね、うんえー、指導役といったらいいんですかリーダー役が富山真希さんだったんですよ。うんはー でその時に電話をかける要因として、うん、えまあ中,中核になっていたのがシールズ,シールズはえあの例の、えー、活動家団体ですよね、えー、がやっていたというところでこの時にはですね鳥越俊太郎さんは野党統一候補ということで野党陣営の期待は非常に大きかったんですが、うん、惨敗すするんで,で圧倒的な票差をつけられて、うんえー、小池さんの前に3位に沈むというね、うんうん ことになったでその時に対する思いってのはすごく強くあるんですよ。<う>うん、つまり、えー、小池百合子だけは絶対に許せないみたいな、うん、ところがあって。 で、そして最終的に行き着いたのが、うんえー、まあ東まあ東京十五区の補欠選挙であり、うん、つまり小池さんが支援している大崎陣営に、うん、あれだけ激しくね、えー、乗り込んでいくっていう背景は、この二千十六年東京都知事選挙にあったんですよ。うん、その次の東京都知事選挙はどうやったんですか。うんはい、でこの時はですね、うんうん、野党統一候補がまとまらずにですね、まあ小池さんが 圧勝するというねああうう形になってしまったということなんですね。うん、そうか小池さんと鳥越さん出た時きマスタさんも出ておられたんですね。でマスタさんが第二位いやそうかそうか。でも二百九十万票百七十九万票百三十四万票それでも鳥越さんも百三十四万票取ってらっしゃる。ええ、うんあのですからそういった意味で言うとですねああやっぱり野党統一候補が勝つためには、うん、この小池百合子というですねモンスターをですね、うん、すごいずれをモンスターがまあすごいね。ええ いい意味でのねモンスターを引きずり押さなけれならないというところがその根底にあるんです対立候補の思いとしてありますよね、はい、なるほど そううやって東京都知事選ってすすごい票が動きまねですからね政策が素晴らしいとかですね人間性に優れているだけでは当選できなくてやっぱり知名度勝負の選挙になってきますからね選挙期間もやっぱりわずかしくないわけじゃないですかその中でやっぱり目立った方がなんぼとですからねやってること翼の党がやってることっていうのは自らが当選することではなくて落選運動なんですよ。当当選選運動じゃなないいさせたく人 を攻撃して引きずり下ろすとでその背景にはずっと今日申し上げてきたように、うん、ある種のですね、えー、まあサハ陣営のですね、うん、その市民運動が行き着いたね、うん、先がここにあったのかなと思いますけどねあの今回でもあの逮捕される前からね一つは東京都知事選挙もやりますよと、はい、出ますよというところがあってまあその まあ、告示されてしまうとまたいろんなこともあるでしょうからその影響出る前にっていう動きがあったって今回その辺りの警視庁の見立てってのはどうなんでしょうね。で今回ですねやっぱり本丸の東京地裁選挙に関して言うと、うん、幹事長ナンバーツーの根本良介氏ではなくて、うん、翼の党は、えー、黒川敦彦代表がそのものが出馬してくるという方針を示してましたからで、ね、でなおかつ逮捕されても獄中出馬すると。 ああそう、えー、いう言い方もしてるんですよああで今回ね特に捜査2課が 特別捜査本部を設置しててるるってあるんですけど、ええ、この意味合いがすごいことなんだっていろんなところで言われてますけどこれどういうことなんですか須田さん改めてですけか、ええあのー、かつてですね、まあ、捜査2課というと大体経済犯知能犯というところでる、うん、そして選挙違反事案もこの捜査2課の対象なんですけれども、うん、その特別捜査本部が設置されたのは十数年前の未来通信という詐欺事件をめぐってなんですね。ですからそれ以来のですね大掛かりな50人体制当初。 で必要とあればもっともっとね人員を投入するよというのはう、えー、警視庁サイドがね我々に説明しているところなんですけども<う>なんでそんだけ力を得るのかっていうところなんですけどもただ単純なね、えー、選挙妨害の事案だったら東京中億だけの事案だったら<う>こんな特措本部作らないんですよ。す ああやっぱりここ近年ですね、うん、やっぱりこの選挙というとまあ言ってみれば、えー、法の抜け穴をつく形でさまざまな選挙妨害事案というのがあった、うん、でそれをですねやっぱり、えー、見て見ぬふりをしなきゃならなかった、うんえー、警視庁あるいは警察サイドは、うん、はがみしてたと思うんですよ、うん、悔しい思いをしてたはずなんですよ、うん、でその背景にある人脈筋脈を全てあぶり出すと。 つまり、ええー、翼の党は言われてるように、うん、ちょっとカルト的な政党という色彩ではなくて、うん、その背景にはですね、うん、左派人脈がインに協力体制で取ってるんですね。ですから、そういったそこでね、敵、え、対、ー、するって意味じゃないですよ。うん、そういったね、あの人脈、金脈がどういう形で結びついてこうなってきたのか。うん、かさっき申し上げたように、うん、2016年の東京都知事選挙では、うん、だって野党統一候補を全面的に、だってその選挙事務所の中 に、はいえー、拠点を置いててでですね、えー、活動してたわけですからうそういった意味でいうと結びつきは相当強いというのが<ー>これ警察サイドの認識なんですよだからその根本のところを見ていきたいというところがあるわけなんですね、えー、もうそうやっと思うとあの東京都知事選ありますけれども、まあ、それでいうと、まあ、いつ総選挙があるのか分かりませんけれども、えー、本当にこの選挙の運動の形自体も、えー、いろんなこの 形が出てきてきますよねねそれで言うとまあですから一部にはね、うん、やっぱりまあ一部ではないですけれども、まあ、今回のような翼の党のようなね、うん、行き過ぎた選挙活動、うん、言論の自由といったりですかね、うん、え選挙活動の自由というのをやっぱりどこかで抑制していかなきゃならない、うん、だからといって公職選挙法の規定は非常にですね曖昧なんですよ。 線引きが難しい、はいね、何をやったら選挙妨害になるのかというね選、うん、引きがきちんとされているわけじゃない、うん、そういった中でじゃあやりたい放題を許していいのかというと、うん、やっぱりそこは警察としてはですね一定の歯止めをかけるというねそういう目的もあったんだろうなと。世代ははもう18歳選挙権の時ですか、はいえー、っと私は、うん そうですね18歳<ー>ちょうど私の一つ上くらいから一、ねうんうん、つ上くらいから、はい、そうだから今ってその意味では若い方がね決してその選挙に無関心かって言うとそうではないわけですもんね、えーえー、うん。ただなかなかどうなんでしょうね、うん、若い方は投票したい人がいないっていうそうですねだからわからないけれど行かなきゃみたいな 意識そうするとねそこがね一つのね分からないけれども行かなくちゃいったんだが誰に投票しようかとなると顔と名前を知っている人が投票しちゃうんですよ。そうなりますよであるデータによると有権者のうちうちですよ2%から3%は政策であるとか人間性ではなくて顔を知ってる人名前を知ってる人に入れてしまうというそういうね傾向があるというデータがあるんですよ。なるほど ねうん、で、まあ、東京の場合は数百万の有権者がいますから、うん、それだけで数十万取れちゃう <laughs> 数十万ってちょっとした町の選挙人口ぐらいですよそうなってで選挙期間も短いですからだからだから、うん、要するに、えー、芸能人だとかスポーツ選手が出てくるという背景がそこにあるんですね。うーん ね、え黒川さんは、でも NHK 党、黒川容疑者は NHK 党にもいたんですよね、元もともとは。ですからね、これはね、NHK 党がですね、やっぱりあのあの候補者を出すために、諸派党構想、もろもろの書ですね、すねえー、諸派党構想とてのあるんですよ。で、どういうことかというと、NHK 党というのは腐ってもです、ね、国政政党ですから、うんまあ、国政政党になると、応援カーをです、ね、選挙演説カーを、うんえー、たくさん出すこともできる、うんね、ポスターもたくさんあることもできるていうんで、うんうん ですよですから金さえ払っててくれれば NHK からももしいいですよとですから NHK 党以外の政党の方もあるいは政治グループの方も政治団体の方もどんどん出馬してくださいということをやったんですよそこにですね言ってみれば翼の党が乗っかってきたそしたら立花隆さんがこいつよくできるじゃないかということで幹事長に取り上げたところがですねこの NHK 党っていうのはすごいとすごいっていうかですね あのー、言ってみればですね、うん、国政政党ですから大体いい6年間で14億のお金が政党助成金に入ってくるんですよ。 うん、これ2022年7月の参議院選挙で例のガーシー、はい、氏が出馬したその時選挙区の得票率2.0%比例区の得票率2.4%総務省は、えー、NHK 等を政党交付金が,、えー、が支給される政党として認定しましてね、はい、2028年までトータルで14億円を超えるお金が支給されることが決まってるんですよ。ですからそこの主導権を握ると14億の金が入ってくるんですよ。 この政党交付をを巡る争奪戦ですあれで起こった内軍というのは。 そうやって思うと政党交付金とかそういう形でしっかり出てると考えた時に行き着くところ政治資金規正法じゃないですけど、うん、まあもっと大きな政党になってくると議席数の票に応じて変わってくるわけですよね。えー、ですからね<ー>我々にとってこれ欠税ですからね元は年間コーヒー1杯分270円の負担、ねうん、これがですねけの分かんないところにこう流れていくというね、うん、その金をめぐってちびドロの構想がつまり翼の党は、えー、言ってみればですね NHK と乗っ取ろうとしたわけですから。うん うん、そういうことが起こってねこれはもう釈然としないですよね。とはいえその思想信条にもちろん信頼してというところもともとは NHK の受信料というところから NHK ともスタートしてるわけですけれども、えーまあ、もちろん中には世の中をいろんな意味でこう書き回してほしいみたいな意味での1票とかいろんな1票がありますもんね。でもこれ それで言うと本当に選挙の形がいつもここで議論になりますけれども、ええ、本当根本からね選挙活動ってどうあるべきか論みたいな話にこれなってきますよね。ですから、えーまあ、投票するのはいいけれどもその結果付きに追わなきゃならないのは有権者だしあるいはこういった形で政党交付金を税金から負担しなきゃならないんだけれどもそれは果たして適切に使われてるのかどうなのかこの辺りもですね納税者あるいは有権者はきちんと見ていく必要がありますよ ね、あのなんか今回ねその街頭演説にしても、うん、まあ結局そのどれぐらいの人が聞きに行ってるんだ、まあ、聞く権利というのも含めてありましたけど、はい、選挙カーになってくるともうやっぱり顔と名前を覚えてほしいからひたすら名前を呼び続けるだけの選挙カー <laughs>、はいまあ、規定もいろいろあってそんなね選挙カーぐれながら喋れないってあるんですけど本当に どういういいのが正しいのかなってら、ねね、あのー、ですからね一見するとですねなんかちょっと面白いとかね何、ねあのー、つったらいいんですかねあの活動もわからなくもないよねということで投票してしまうそれがどん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 プ,レスプロレスじゃないけれども過激になっていくんですよ、うん、うそうしないと支持者も集まんないあるいはお金も集まってこないという状況になる、うん、それの行き着いた先が今回の東京中国の補欠選挙だったんじゃないのかなと私は思いますけどね。 あのお話ありましたけれども、まあ、東京都知事選挙も告示まで1か月切ってきたっていう中で、えーまあ、あ本命視されてる小池さん、まだ出馬表明ないということなんですけど、ええ、やはりあの方ぐらいになってくると、ぎりぎりの手を上げただけでも、十分間に合ううってことなんでしょうね、ええ、だってもう事実上出馬してるようなもんですからね。<laughs> あとはいつ本人が出るって言いますっていうだけで。ええってなってくると、なかなか本当、対抗があって。 さあそこに戦えるとなるとある程度の知名度いりますねやっぱりね。だからだ一体誰が出してくるのかっていう、うん、で自民党はですね今回小池さんに乗っかるとかっていう話,、うん話るね、出てますからね。ねええー、さあ果たして1か月後今度はどんなメンツが出てくるのかというところでございますけれどもさあ、えー、では須田さん最後にこのコーナー締めていただきたいと思いますおおの目須田さんお願いいたします。 妨害行為の真のターゲットは乙武氏ではなく小池都知事だった、うん。やっぱりそこだったんだなというところでございます。